のおしゃれ講座。こんにちは、のんの専属モデルの江野沢まなみです。今回のテーマはじゃーん、夏の T シャツ着比べ。夏はほぼ定番の T シャツ、今回はのんの読んでくれているみんなにもおなじみの4ブランドの T シャツを着比べたいと思います。まずはみんな大好きユニクロ。こちらはユニクロ U です。商品名はユークルーネックティー、着用サイズは M、 値段は1000円です。実際に着てみるとこんな感じ、結構フィット感がありますよね。ネックが詰まってるので1枚でおしゃれに着こなせるかも。私だったらジャタキフレアスカートやミニスカートに合わせて女っぽく着たいです。続いてはじゃん、 GU のメンズティー。商品名はマーセライズドクルーネックティー、着用サイズは L です。定価で990円、安い。実際に着てみるとこんな感じ、少し光沢のあるクリアな白、特徴は肘まである長い袖、ゆとりのあるサイズだから着ていて楽ちん。大きめサイズで細めのパンツに合いそうですね。続いてはヘインズ、商品名はジャパンフィットクルーツーパック、着用サイズは S です。お値段は2500円で2枚入りです。実際に着てみるとこんな感じ、素材は薄めで柔らかい、首元が広くて鎖骨がちょっと見えるくらいまであります。最後は無印良品、商品名はオーガニックコットンフトバンテクルーネック半袖 T シャツ、着用サイズはレディースの M サイズです。お値段は1380円。実際に着てみるとこんな感じ、コンパクトなボックスシルエットです。オーガニックコットンでお肌に優しそう、四角いポケットがアクセントになっていますね。全部並べるとこんな感じ、同じ白 T でもブランドによってこんなにも違いがあるんですよね。レポートをもとに自分にぴったりの T シャツ探してみてね。以上、まなみんのおしゃれ講座でした。見てくれてありがとう。次回はいつものワンピの印象チェンジ、お楽しみに。バイバイ。